デカキン TV レディーゴー。ブン、ハロー YouTube、 どうもデカキンです。イエ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 イパフ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 イエ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 イ。今日はですね、なんとネットですごいものを発見しました。それがこちら、ブッシュバシカシカン、森の椎茸の絵。ネットで椎茸が育てられるっていうキットを見つけたんですよ。で、デカキンは、椎茸がもう大好きで、もう椎茸のバター醤油焼きとかが大好きなんですよ。山ほど食べたいなと思ったんで、こちらです。30個買いました。だからもう、すごい数育ちます。この、キノコ栽培キットの中で、1個でも相当育つんで、もうだから本当の農園をデカキンが作りたいと思います。よいしょ。うわ、こんな感じ？すごいことになってる。全然椎茸入りそうな感じは今んところないですね。でも真空パックみたいな風になってます。袋が1枚入ってるのと、説明書ですね。数日から2週間で椎茸が発生する。まず最初に、ブロックを袋から出します。この後に、ブロックの表面を水で流しながら軽く洗います。こんな感じですかね。次が、ブロックの付属の栽培袋に入れます。この袋に入れます。空気穴がここに開いてますね、こういう。もう椎茸の匂いする、やばー椎茸の匂いする。もうよし、入れて袋の上部を軽く洗濯バサミなどで留めます。窒息しないよう通気ができるようにしてください。もう呼吸口が開いてるんでね、これぐらいにやって、はい、こんな感じですね。こうやって作るんだ。数日経つと毎日霧吹きで水をあげていけばこれで育つって思わないけどな。でもちっちゃいこういうところにキノコっぽいのがあるんで、じゃあこれを今から30個作りたいと思います。はい、ミンタンダメ。ミンタン、今もう椎茸見えなくなってるから。ミニタン、これ椎茸の動画なのよ。ミニタンの背中しか映せない今。これはやばい。これ結構もう成長してるわ。これ楽しみですね。普通こんな大量に作んないからな。大体ね、皆さんこれ1個で大量にできるんで。そしてですね、デカキンは今までパソコンをしてたパソコンの編集部屋を椎茸部屋にすることにしました。寝室であり、パソコンの編集とかをする部屋だったんですけど、ここをもう、はい、椎茸農園にします。やっぱり30個もあれば、もう最高の椎茸農園ができるので、それがまあデカキンの夢でもあったので、部屋を一つ潰してね、椎茸農園ができるんだったら、こんな幸せなことがありませんので、やっぱ。ブルーシート、セッティングが完了しました。残り半分。やっぱ椎茸農園は楽じゃないですね。最高の椎茸農園できるようにちょっと頑張ります。ということで、デカキンの椎茸農園完成しました。超嬉しいわ。大家族になった気分ですね。一個ずつがこんな感じですね。ちょっとずつなんかこう湿気みたいのが出てきてるな。呼吸してるってことなんだろうね、やっぱ。椎茸農園のやつは本当に誰でも作れて失敗しないやつらしいんですけど、おすすめの栽培温度っていうのがありまして、朝とか夕方の日中は20度から23度。で、あと夕方から朝にかけての夜間は18度以下の方がいいみたいなんで、日中はエアコンで20度ぐらいに設定して、夜間はもう窓開けといて寒い状態にしといてもいいかなと思ってますね。その温度の変化がまた大事らしいので、それではまた明日観察していきたいと思います。はい、ということで椎茸を育て始めて1日目です。デカキンの椎茸農園がどうなってるのか見に行きたいと思います。こんな感じです。あれ、え、嘘、もう生えてるわ。すごっ。椎茸になろうとするやつがもう1日目でもう生えてるわ。早くからこんなに成長してる姿を見せてくれると育てがいがありますね。それでは水をあげていきたいと思います。デカキンはちょっとやっぱ30個もあるので全自動の霧吹きでやっていきたいと思います。もう完全に業者の仕事ですね、これは。はい、ということで、今無事に水やりを終えました。こっからね、ぐんぐん伸びてほしいな。椎茸農園生活2日目です。よいしょ。え、やばい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 。くそー。めちゃめちゃ椎茸ついてるじゃん。傘の部分はできてないですけど、急激に来てるな。明日が楽しみになるような感じですね。明日にはまだ違うわけだからね。うわー、かわいいな。それでは3日目を待ちたいと思います。おはようございます。椎茸農園生活3日目です。お、え？すごい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 、すげえ、めっちゃ生えてる。1日でめちゃめちゃ大きくなりました。すげえ。
今いろいろと見てたんですけども、こちら夢の国のキャラクターを見つけました。すごい、こんな生え方もするんだ。これは椎茸の生活がうまくいく兆しなのではないでしょうか。いろいろ調べたところ、ちょっとねここら辺で間引きをしなきゃいけないらしいので、全部間引きしたいと思います。スペースがあった方が椎茸が大きく育つんで、密集してるところはちょっと抜いた方がいいですね。ハサミでも手でもいけるんで、よいしょ、こうやって蒸していける。はい、こんな感じですかね。これを今から全ての数やっていきたいと思います。見てください。すごくない？これ。なんかね、これに関してはめちゃめちゃ生えてるんですよ。で、ちょっとせっかくなんで、間引きしないやつも一個作ってみたいと思います。じゃあこれは間引きせずに、そのままやってみたいと思います。これが夢の国のネズミのキャラクターにそっくりな椎茸ですね。絶対これ間引きした方がいいんですけど、最終的にどうなるのか、ちょっとこう残しておきたいと思います。はい、ということで、間引きが終わりました。めちゃめちゃ疲れましたね。なんか30個もあったんで、その一個一個をやっぱ間引きしていくのがすごい大変だったのと、選びが大変でした。どの椎茸を間引きしたらいいんだろうっていうのが、やっぱ難しかったんで、一個大きになるように、なんか一個隙間が空くように取ってはいたんですけど、一応ですね、全然間引きしなかったやつと、夢の国のネズミのマークのやつは間引きしないでおいたので、それとまた比較して、どっちの方がやっぱ間引きした方がいいのかとかがわかると思うんで、それでまた比べたいと思います。それでは、明日、成長待ちたいと思います。おやすみなさい。はい、4日目です。見てください。ちょっとうーわ、超でかくなってる。伸びてなかったやつはびっしりですね。これがいつも見てたやつです。超でかいよ。うわー、成長したわ。はい、6日目です。今ですね、水やりをやってて気づいたんですけども、ハートの椎茸が所々に出てくるようになりました。椎茸が育ててくれてありがとうって言ってくれてるような気がして、すごい嬉しいです。ということで、一週間経過しました。その一週間経過した我が子がこちらですね。で、今、袋からちょうど出したので、やっと舞台衣装になった状態ですね。で、しかもですね、今日はなんと、スペシャルゲストにも来ていただいてるんで、その方に美味しく料理していただきたいと思います。本当に今までありがとうね。今日で卒業だけど、絶対美味しくなってね。それでは早速、スペシャルゲストと共に収穫をしたいと思います。デカキン TV。はい、ということで、素晴らしいゲストに来ていただきました。それが、こちらです。イエーイ、こんにちは、はるあんです。お願いします。お久しぶりです。お久しぶりです。実は、見ない間にですね、はいはい、椎茸農園を始めまして。そうらしいですね。そうで、実はもうその今日が収穫日なんですよ。あ、すごい。そんな最高の収穫にしたいと思った時に、はい、やっぱ料理していただくんだったら、やっぱはるあんちゃんがいいなと思いまして。ありがとうございます。光栄でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ早速、はい、行きましょう。はい、それでは、はるあんちゃんの登場まで3、2、1、どうぞ。お邪魔しまーす。お邪魔しまーす。うちの名前です。ダメだ、こんなに笑ったの初めてかもしれないけど。本当におかしいおかしいの、おかしいの、わが子たちに対して大爆笑してる。ずっとこの自分の農園を作るのが夢だったんで、すごいです。ぜひ近くでしゃがんでいただきながら見てください。はい、見ます。でもすごくないですか。お家でここで育てたってことですよね。そうです、そうです。椎茸だ、すごい。本当に簡単で誰にでも育てられる感じで、だいたい1週間から10日ぐらいで収穫ができてしまうっていう。すごい。でちなみにこれが間引きしてないパターンですね。あ、そうなんですか。これが間引きしてないんで、うん、逆にこれ形がほら、あー、おかしくなっちゃったりするんですけど。でも、うん、で、ここの隣はもうすごい綺麗です。丸くてこう、そう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 って感じの椎茸って感じの、すごーい。3番目の、はいはい、これとこれは夢の国のネズミのキャラクターが、あ、本当だ本当だ、あー、かわいい。デカキンさんの愛情がたくさん入ってる椎茸がしますね。はい、そうです。なんかこんなに育ってくれるのってなかなか植物でもないですもんね。ないです。だからこういうのがすごいやっぱ嬉しくて、大きく育ってくれるのが、いや、そうですよね。だから家族とかで育ててもいいかもしれないですね。いいですね、いいですね。家族でお子さんとかと一緒に、うんうん、今日何ちょっと大きくなってたよみたいなのね。そう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 、いいね、毎朝ね見に行くのが楽しみでしたね。あ、いいですね、いい朝。しかも半日水につけるとまた 2,3 回収穫できる可能性があるんですよ。すごい。じゃあ早速収穫しましょう。はい、収穫にはハサミを使います。はい、せっかくなので、はい、僕の下にザルを待機してもらえますか。はい、やります、やります。こんな感じですか。はい、はい、いきますよ。はい。
ゲットしました。イエーイイエーイ、大きい、超大きい。ヒカキンさんさすがです。本当に内側も綺麗ですよね。もう椎茸です。本当にクリーンってなるのがやっぱ可愛いです。すごい。はい、ということで1個ですかね、1個全部収穫しました。1個だけで結構取れたよね。本当に山盛りですよ。なんかでも面白くないですか、この収穫もまたちょっと面白いですよね。面白いです。あー、形がいいのあると超いいですね。嬉しいですね。テンション上がります。でも全部綺麗ですよ。あ、全部綺麗です。そういう料理人の方好きだわ僕は。本当に綺麗ですよ。料理しちゃうのがもったいないぐらい、なんかもうこのままずっと見てたいぐらい可愛い。ハートの椎茸をちょっと今から取りたいと思います。はい、ありがとう。ありがとう。ありがとう。すごいです。もういっぱい。ヒカキンさんのもあるので3つ分か。すごい。じゃあもうこっからは入れ物がないんで、はい、はい、そうですね、バンバンここにキノコまみれにしましょう。はい、ガンガン今収穫してたんですけど、はい、見てください、めっちゃ大きい。大きい、立派です。ね、超大きい立派なやつが。すごいです。デカキンさん本当に拍手って。うわー嬉しい。お疲れ様でした。このレベルをうちの農園から出せると思わなかったんで。さすがです。いや僕はただ環境に恵まれただけなんで。あ、そうだ、全然仲間と環境に支えられただけなんで。はい、全然僕のある。でももうこれで最後だと思うとちょっと寂しいです。寂しさのある切り方じゃないですけどね。超手に入れてすぎて。はい、ラス1になりました。これが一番でかいんじゃないかぐらいの。はい、じゃあ最後1個切らせていただきます。せーの。お疲れ様でした。うわー、すごい量、業者の量だよ、本当に。素晴らしい量です。はい、これで全部終わりましたね。はい、イエーイ。イエーイ。じゃあ、あとは、すいません、お任せしますので、はい、料理の方、よろしくお願いします、はい。はい、了解しました。じゃあ、早速、キッチンへ、レッツゴー、ゴー。はい、こんなに収穫できました。はい、しかもここにも収まってないぐらいまだちょっとあるんですよ。なんでウームの社員さんが欲しがってくださったんで、もうこのバケツ1杯分とまあこれの半分ぐらいですかね。はい、ぜひあのウームの社員さんにこれから配ろうと思います。はい、ぜひちょっとハランちゃん、この子たちを素晴らしい舞台に乗せてあげてください。はい、緊張します。頑張ります。お願いします。はい、ちょっといっぱいあって迫力がすごいですけど。はい、今日は4品作ろうと思います。はい、4品、はい、グラタンとシューマイ、しいたけのフライ、素揚げします。素揚げ。はい、そして最後は麻婆しいたけを作ります。聞いたことない麻婆しいたけなんて。麻婆豆腐にしいたけをたっぷり入れちゃおうと思います。はい、お願いします。はい、はい、作ります。グラタンを作りたいと思います。わかりました。なのでちょっとこう形のいいというか、大きいやつ、立派な、はい、のグラタンにしたらちょっと迫力があっていいかなと思うので。グラタンどういう感じなんだろうな。ここにホワイトソースを乗っけちゃうんです。え、で、チーズを乗せて焼くんです。パクって食べれるグラタンみたいな。なるほど。はい、したらちょっと洗って軸を取りたいと思います。はい、デカキンさん、今日そのエプロン着ていただいてありがとうございます。はい、もちろんです。まあ、このエプロン大好きなエプロンで、実はそのパルアンさんがこれ特注で作ってくださったんですよ。はい、そうなんです。デカキンさんサイズです。やると、え、手でいけるんだ。これで取れるんです。魔法と使っても全然いいんですけど、これでもちょっと楽しいからいいかなと思って、私いつもこうやってやってるんですけど、ひねる感じです。あ、簡単。ぐるっと。ホワイトソースなんですけど、はい、これすっごい固く作ったホワイトソースというかグラタンの素みたいな。それがですか。そうなんです。これを握ってこんな感じでやっていただいてもいいですか。はい、わかりました。こんなグラタン作り方初めてだな。まあ、グラタンなんて言うんですかね、正式に言うと。なんか名前つけてください。全然思いつかないな。無理なんですけど。じゃあ完成した時にぜひ。はい、わかりました。考えてきます。はい、お願いします。こんな感じです。20個できました。僕もう名前思いつかいました。はい、言ってもいいですか。はい、これですね。カツラはどっち、しいたけグラタン、どっちかがカツラに見えますもんね。確かに。めっちゃ笑ってくれてる。カツラですね。カツラですよね。まあ、そした
ら焼きましょうか。はい、焼きましょうか。はい、そしたらピザ用チーズです。チーズ好きですか？大好きです。あ、よかったです。全然、その下袋乗せてください。あ、わかりました。私もチーズ大好きなんで、もうそしたらですね、これをトースターで焼いていきます。オーブンでも大丈夫なんですけど、グツグツとなるまで焼いていきます。はい、お願いします。10分ぐらい。はい、焼いていきます。はい、次はシューマイを作りたいと思います。はい、焼きシューマイです。シューマイ、はい、どんな感じなんだろう。まずシューマイの肉だねです。そして片栗粉をまぶした玉ねぎのみじん切りです。これをわーっていっちゃいます。うわー、すごい。玉ねぎについた片栗粉が取れないように優しく混ぜます。そしたらですね、さっきとグラタンと同じような感じで肉だね丸めて椎茸にのせます。これもその感じなんですね。はい、この形式でいきたいと思います。え、ごま油手に垂らしてる。そうなんです。そうしてなんかこう揉み込んで、ちょっとあれですけど溶けにくいんです。そんな料理の仕方あるんですね。あ、はい、ハンバーグとか作る時もいいですよ。すごい。そうなんですよ。全部なんか見た目が可愛い椎茸の料理が。そうです、全部今回はもうデカキンさんが心を込めて作っていただいた椎茸なので、丸ごと使おうと思って。わー、嬉しい。はい、もう切っちゃうのもったいないなと思って。もうちょっとかな。チーズも溶けてきてるんですよ。じゃあこれをフライパンで蒸していきます。はい、はい、お願いします。そしたらフライパンの中にお水を入れます。そうしてちょっとね、ふつふつしてくるまで待つんです。そしたら蓋して弱火にして10分です。そしたらこの隣で、まあ、あ、びっくりした。タイミングでいい感じ。奥の方すごい美味しそう。超いい感じ。うわ、奥めっちゃいいじゃん。美味しそう。でも全体的にはもうちょっと焼きますか。そうですね。そうですね。でもうあと3分ぐらい焼きましょうか。次は麻婆椎茸を作りたいと思います。はい、でこの麻婆豆腐はもう鍋の中に長ネギのみじん切りとニンニクのすりおろし、豚ひき肉が入ってるので、ごま油でちょっと炒めていきます。じゃあ炒めるのお願いしてもいいですか。はい、もちろんです。あ、もういい匂い。あ、いいですね。お肉の色が変わるまでお願いします。はい、そしたら軽く水切りしといたお豆腐ですね、麻婆豆腐も煮もして、麻婆椎茸豆腐みたいな感じになります。お豆腐が入った方が色がね、変わっていいんですよ。白いアクセントが入るので。これはもうこれで完成ですか？まだもうちょっとですか？はい、もうこの方はもういいと思います。はい、はい、これで完成です。完成です。いい匂いがしてきましたね。なんかやってもらっちゃってます、すいません。いやいや、全然全然。踊りましょうか。嬉しい。いや、嬉しい。豆板醤を入れます。デカキンさん、辛いのどうですか？僕は辛いの大好きです。あ、本当ですか？じゃあたっぷり入れますね。はい、そしたらですね、ここに調味料を入れます。はい、お味噌とかなんかいろいろ入ってます。中華の美味しい出汁です。これが沸騰してくるまでちょっと待ちます。椎茸のこのシューマイが終わりました。開けてみます。オープン。おうまそう。超美味しそうじゃん。そしたらちょっとこうグツグツとちょっと火を強めて水分を若干飛ばします。ちょっと焦げやすいのでこう気をつけながらも水分飛ばして終わりです。麻婆豆腐がですね、はい、いい感じでグツグツとしてきたので、はい、ここにお豆腐を入れます。椎茸も入れてきちゃってください。はい、入れていいですか？はい、お願いします。ミニ椎茸を入れ入れ。はい、どうだろう、全部入れたら。いってらっしゃい。すごい。もう椎茸まみれだよ。で、こちらもお豆腐と椎茸に火が通ったら、あと水溶き片栗粉で締めて、はい、完成です。全部見た目可愛いですね。あー、そうですね。このコロコロ系もいいですね。だから本当にそれを生かしていただいたのは本当に感謝しかないです。その、いえいえ、こちらこそ。椎茸の形生かしてもらったのが、美味しそう。ちょっと今泣きそうになりましたね。泣いてます。椎茸の近いんだよお前。こんなにね、僕の育った椎茸をね、形を生かしてやってくれたのはちょっとグッとくるものありましたね。お疲れ様でした。ありがとうございました。引退するみたいな。やばい。大丈夫ですか？1週間だったんでね、やっぱ本当にできるのかっていう不安の時もあった。そんな日もあったんで、なんか最後にこんなね大きく育ってくれて、しかもこの形を生かしてくれたんで、美味しそうな料理が。では椎茸フライを作ります。はい、椎茸がカラッと揚がるまで、そんなに長くなくていいと思うんですけど、はい、あ、来た来た来た。あ、来ましたか。麻婆豆腐はグツグツしてきたのでもう完成です。とろみつきました。わー、めっちゃ揚がってきてる。美味しそうな。はい、ということでカツ揚げも完成です。完成です。こんなもんで、ち
ょっと濃いめの方が美味しいです。だしだって何ですか？だしだは何なんでしょう。牛肉だしの素っていうやつ。知らない。なんか韓国の方の調味料だと思います。こんな感じですね。ということで全ての料理が完成しました。お疲れ様でした。いや本当にお疲れ様でした。いや1週間お疲れ様でした。いやちょその話やるとまた泣いちゃうんで料理本当にお疲れ様でした。はい、ありがとうございました。じゃあ早速、はい、食べてもいいですか？はい、食べましょう。はい、じゃあ早速食べましょう。じゃじゃーん。ということで、はい、すごい料理を作っていただきありがとうございます。いえいえ、こちらこそお手伝いありがとうございます。じゃあ早速食べましょう。はい、食べたい。お腹空きました。どっちがカツラシイタケグラタン、あれどういう名前でしたっけ？どっちがカツラかな、どっちがカツラかな、シイタケグラタンですかね。違いましたかね。大した名前じゃないのではい、食べましょう。いただきます。はい、いただきます。はい、うわー伸びてる。めちゃめちゃうまい。うちのシイタケがこんな美味しく、しいたけプリプリですね。プリプリでしたね。すごいプリプリ。またこれ自分で育てたっていうのもあるんで、うんうんうん、ますます倍おいしく感じます。うん、うんうん、めっちゃ伸びてる。伸びました。素揚げもいっていいですか？はい。うん、まこれはさっぱりしてて、はい、でもジューシーで、うーん、しいたけの本当に良さを引き出してくれてて美味しいです、うんうんうん、あ、よかったです。あとはシュウマイですか？はい、シュウマイです。お取りします。はい、ありがとうございます。これもこのままでいけるんですよね？はい、下味が結構しっかりついてると思うので美味しいと思います。しいたけでこの肉あんのバランスが最高ですね、うん、よかったです。そう、肉料理かと思いきやキノコ料理っていう。そうですね。おいしい。うん、でちょっと楽しみなやつもいいですか？麻婆豆腐しいたけ、ちょっと小さく育ったやつというか、はい、 そうですね、それもこういう風にできるっていうのが超嬉しいですね。食べやすくていいですよね。いいですよね。いただきます。はい、うん、いけ、足もつけた。めっちゃ美味しい。いや嬉しい。やばい、めちゃめちゃ美味しい。美味しいですか？松茸かなって一瞬思うぐらい。うん、うまい、うん、すごい。よくぞこんなちっちゃい椎茸もこんなに美味しく。あー、よかったです。なんかこれから麻婆豆腐にはこのちっちゃい椎茸入れたいなって絶対思い出すと思います、うん、このぐらい美味しいです。おかわり。はい、ありがとう。になったような。さんのお母さんになってくれます。このまま2人で食べるのでもいいんですけど、はい、スタッフさんがお腹を減らしてるので、はい、ちょっとこれはみんなで食べましょう。はい、そうしましょう。ポニュ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 デカキン TV。 はい、ということで完食しました。本当ごちそうさまでした。いや、めちゃめちゃ美味しかった。よかったです。めっちゃ元気出ました。しかもよかったです。僕もなんか本当に我が子をこんなに美味しく料理してくださって本当に感謝しかないですね。あ、いえいえ。何よりもやっぱ自分で作ったっていうのもありますし、うん、美味しさが倍増しますよね。します、します、絶対します。あと簡単に育てられたんで、はい、それもすごいなと思いましたし、うん、あと万が一たくさん椎茸が育った場合、はい、冷凍保存しとくと美味しさが倍増するらしいんですよ。すごいですよね。知らなかった、全く。知らなかったです。冷凍保存しとくだけでちょっと美味しさが増すということなんで、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。この動画がいいなと思った方は高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイ。